やはりこの、山崎のタイプを見ると左バッターがいかにして打つかでしょうね。6番の今岡です。ちょっとバッティングが下降気味な感じがいたしますけれど、最初の打席ではスイングアウトの三振に倒れました。ちょっと開きが気になるというお話が出たんですか。あの開きというよりもですね、間が取れない、いわゆる左の膝で壁ができないんですよね。ステップすると同時にグリップバットの方が出てきますから、ですからボールストライクの判断もしづらい。3点差です。大事な中盤の4回の反撃。山崎健は3回で44球、ただこの4回は球数が少し増えていますので、大体60球近くに差し掛かっています。福本コーチ、満塁、大野コーチが出てきました。ここはカープベンチとしてはどうでしょうかね。7番矢野、8番新庄というところで、大体まあ60球前後、ヒットの数そのものは2本なんですが、交代ですか。それはないでしょう。ワンアウト満塁、ご覧のように、あ、60球超えましたね。得点圏打率が4割を超えております。3割4分7厘のアベレージで、得点圏打率だけを見ますと4割どころかもう5割近いものがあります。4割7分8厘フォアボールの後の初球を狙いました。実は本当にこの矢野の活躍が目立ちました。勝負強いバッティングも光りました。立ち上がりと比べてこの山崎のピッチングそのものはどうなんですか。いや、さほど変わってはいないと思いますね。ただコントロールがちょっとね、この回になると、悪くなりましたけども、このカーブ中心っていうのは変わってませんよね。2点差です。3対1。ジョンソンはタッチアウトになりましたが、矢野、三遊間を破りました。レフトへタイムリーヒット。どうでしたか、今の一連の動きは。ジョンソンの場合はね、ちょっときついかなというところありましたよね。バックホームの間にランナーそれぞれ進塁、ツーアウト三塁と二塁。
3点差でしかもワンアウト、まあ、新庄って次中込みなんですけども、ここは代打の可能性もありますからね。しかしあのというのはこうやって見たらやっぱり勝負強いバッティングですね。いや本当そうですよね、非常にこう得点打率いいっていうのがよくわかりますよね、思いっきりがいいんですよね。アベレージそのものもいいんですが勝負強さが加わっています。キャッチャーフライ、4回の裏、矢野のタイムリーで1点を返しました。